2004年11月から2007年10月までアブドゥラヒ・ユスフ大統領を率いる暫定政府の首相を務めた。11市の資格を持つ。2007年にソマリアの石油資源をめぐってユスフ大統領と対立し、辞任2009年の大統領選挙への出馬を表明するものの実際には出なかった。その後は目立った活動をしていない。 1952年、ソマリアのアダレ州で生まれた。ソマリ族の主要4子族の一つ、ハウィエ氏族の子族アブガールの氏族ワルサンガリの出身であり、父はバーレ大統領政権下でソマリア国家治安局に勤める大佐だった。1974年にモガディシュの第二教育課程を卒業し、1970年代に基礎軍事訓練を終了している。一方で、 モガディシュ大学獣医学部に進み、1978年に卒業している。1979年から1981年は、奨学金を受けて、イタリアのピサ大学で学んでいる。1982年に、ソマリアに戻り、1991年に、バーレ政権が崩壊するまで、ソマリア国立大学の獣医学部で教員を務めた。2004年、 ソマリアの隣国ケニアで暫定連邦政府が成立した。これはアフリカ連合などの講演でソマリアを各種族による強い地方分権制、つまり連邦制にすることを目的としていた。初代大統領にはプントランドの大統領だったアブドゥラヒウスフがその職を辞して就任した。暫定連邦政府の要職は大統領、首相、国会議長の3つであり、 各種族間のバランスを考慮して決められた。ユスフ大統領は初代首相にハウィエ出身だが無名だったゲーデを指名した。2004年8月、ゲーディはユスフ大統領ら政府幹部とともに首都モガリシュに移った。当時のソマリアは地方軍閥が軍有拡挙していた。暫定連邦政府の閣僚も多くが軍閥の長である。 ソマリアの首都モガディシュを占領している軍閥も暫定連邦政府への参加を表明したが2005年3月に早くも対立した。暫定連邦政府はモガディシュの軍閥と決定的な対立をしたわけではなかったが、ユスフ大統領、ゲーディ首相ら暫定連邦政府幹部はケニアの首都ナイロビに移り2005年7月にはソマリアのジョハールに移った。2006年2月、 暫定連邦政府はバイドアに拠点を移した。同年3月、アメリカの支援を受けた首都モガディシュの軍閥連合平和の回復とタイテロ同盟とイスラム武装勢力イスラム法廷会議との間に戦闘が起こり、6月初めに ICU が勝利した。その6月、ゲイディはアープクとの軍閥のながら4名を 政府の停戦命令を無視したとの理由で暫定連邦政府の閣僚から罷免した。この罷免は暫定連邦政府がイスラム法廷会議と協力関係を結ぶための布石として行われたとする説もある。結局のところ暫定連邦政府はイスラム法廷会議との対立路線を取った。2006年7月ソマリアの隣国エチオピアはソマリアにおける イスラム武装勢力の台頭を嫌い、暫定連邦政府を支援する形で、ソマリアに侵駐した。これに、ソマリア議会が反発、ゲイディ首相の不信任案が出され、不信任票が、信任票を上回るものの、規定数に満たず留任となった。しかし、閣僚39人が辞職した。ユスフ大統領は、内閣の改造を指示し、ゲイディは、 長官職を42人から31人に、副長官を80人から44人に大幅に減らした新内閣を発足させた。2006年12月、エチオピア軍の力を借りた暫定連邦政府はイスラム法廷会議との戦闘を開始した。戦闘は順調に進み、12月29日にモガギ首入りを果たした。この際、ゲイディはモガギ首市民に歓迎されたが、 エチオピア軍に対しては投石などの抗議も行われた。2007年1月1日、ゲーディは、モガディシュの軍閥支配時代は終わったとの宣言を出している。ゲーディは3ヶ月の戒厳令を出し、民間武装の縮小と、新しい裁判官の任命を行った。その後はたびたびイスラム武装勢力と思われる組織から狙われ、2007年6月3日には間近で7人が、 死亡する自爆攻撃を受けている。2007年10月の初めにも、ゲイディの宿泊するホテルに自動車自爆攻撃があり、警備兵2名が死亡する事件が起きている。10月17日、ゲイディはエチオピア大統領と会談するため、エチオピアの首都アディスアベバに向かった。この時、ユスフ大統領との対立から、ゲイディは帰国しないのではないかとの噂も出た。 対立の理由は複雑だが、ソマリアの石油資源の扱いに関する意見の相違などがあった。もっとも、実際には20日に、ソマリアに戻っている。2007年10月29日、ゲイディは、ユスフ大統領との意見の相違を理由に、首相の辞任を発表した。これは、大統領の人気満了に備え、出馬に向けての布石であるとの噂もあった。そして2008年1月の初め、 2009年の大統領選出馬を表明した。2008年2月20日には個人的な理由としながらも再びアディス・アベバを訪れている。一方でアメリカに家を買うなどの動きも報じられた。2009年1月、BBC はゲーディを塗るハッサン・フセイン、シェイク・シャリフ・シェイク・アフマドと共に有力大統領候補として紹介をしている。しかし実際には立候補せず。 14人の大統領候補には入らなかった。大統領にはシェイク・シャリフ・シェイク・アフマドが選ばれている。その後は表舞台に出ることはなく、報道で名が出ることもほとんどなくなった。ありがとうございます。